会いに行ける国会議員ミワチャンネル突撃永田町スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしています。この番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時、国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます。生放送視聴者参加型番組ということで、これを見ている皆様からユーストリームやニコ生などのコメントを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います。第169回目のゲストはこの方です。民主党安井美沙子参議院議員です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。すごいですね、招き猫。はい、この間安井先生の事務所に初めて行かせていただいて、もう招き猫がブワーってあって、どうしてですか？地元の事務所にも負けないくらいのコレクションがございまして、私は一応政界一の招き猫コレクターと言われてるんですけれども、もともとすごい猫好きなんですよ。あ、そうなんですか。でたまたま愛知県で招き猫を作ってるんですよ。あ、そうなんですか。常滑というところ。あ、常滑ね。はい、ボートで有名な、それから瀬戸焼きで有名な瀬戸でも作ってるんですけれども、あまり知られてないんですけれども、愛知県産ということで、これは招き猫をキャラクターにする以外ないと、そう思いまして。それでこれは安井先生の解放ですが、招き猫通信ということでね、いろいろ、ごめんなさい、出てますね。はい、オレンジがイメージカラーなんです。そうなんです。やっぱり今日はオレンジじゃなかった。今日はちょっと違うんですけれど、いつもいつも着てるというわけではなくて、いろんな差し色とか、小道具とか、そういうものにはオレンジを使うと私自身も元気になる。牧山ひろえさんみたいに毎日黄緑じゃなくて、北田恵子さんみたいに毎日黄色ではなくて。そうではないです。やっぱりその時の場の雰囲気とか、あるいは自分の気分とか、いろいろ合わせて似合う色を着ています。前オレンジの方いらっしゃいましたよね。いました。植松さんですね。植松さん、はい、ね、植松さんいらっしゃいますよね。今はもういらっしゃらなくて。本当ですか。はい、残念ながら。じゃ今お休み中ということになってるんです ね。いや、植松さんという議員さん、トラクターかな、免許持ってる、ガテン系の、そういう家族でそういう事業をやられたってことでの妻女がいるんですよね。はい、ということで安井さんは参議院議員ということで、愛知県選出なんですよね。はい、で来年選挙ということですよね。そうなんですね、本当は。でも最近ちょっといろいろありまして、実は来年の選挙2期目には出ないことになりまして、皆さん引退宣言違いますよねじゃあありませんで、はい、衆議院の方に鞍替えをすることになりました。すごい英断ですね。それは英断と言えるのかどうかまだ分かりませんが、すいません、ちなみに悩みに悩んで出した結論です。ちなみに選挙区はどちらでしょうか。愛知10区でございます。愛知10区は自民党です。どなたが出てるんですか。江崎哲馬さんです。ちょっとこの番組には出てないですね。八木哲也さんしか出てないですね。いっぱい出てるんですけども、愛知県の方は、そうですか。その方は愛知10区。そうです。そうですか。お父様の時代からもう地盤が非常にも盤石な方ですので、そういうところに殴り込みをかける。私はもうチャレンジャーですね。それ民主党の方針で決められたんですか。まあそうですね。またでも私なんかもこの番組で衆参両院化していただいてるんですけど、全然議員会館も雰囲気が違うんですよね。違いますね。全然違いますよね。毎日今度から戦闘態勢ということになりますね。常在戦場ですね。そうですか。でも私見た感じはそうじゃないかもしれないんだけど、実はすごく戦闘モードの女でして、いやもう経歴見てるとね、そういう感じですからね。結構好きだと思います。今まで安井さんが出ていたところはどなたが出るんですか。それは決まっていません。まだ決まってないんですか。はい、じゃあこれから公募で。奇跡的に2010年の参議院選挙の時に民主党が2人受かってるんですよ。3議席中2なんです。はあ、唯一の過半数獲得権でございまして、1人はもう決まってるんですけれども、2人目は出すかどうかも含めて決まっておりません。はあ、ちなみにもう一人の自民党の方は藤川さんですよね。そうです。この番組も第19回に、ね、出演されてくれましたね。はい、じゃあ今度は戦わず、はい、いつ選挙になるかわからないということですね。はい、もしかしたら早まるかもしれないし、後になるかもしれないということですね。か同時かもしれない。はい、皆さんぜひ注目していただきたいと思います。そしてこの絵なんですけれども、これは金の社長公、
そうですね、あの愛知県選挙区ということでやはり名古屋、今まではまあ参議院議員として全県を回っておりまして、名古屋が一番まあ大きなところですので、まあ、シャチホコに乗るのはどうかという意見もありましたけれども、あの大好きなシャチホコに乗って、まあ、飛んでるイメージなんですね、いやなんかお金が入りそうですね素晴らしい絵ですね。どなたが描いたんですか？これはですね、あの一橋の大学院に行ってた時の、友人が描いてくれました、安井さんのお友達ですか？はい、でもその彼女は今は、あの自民党の北海道の道議会議員です。じゃあ今仲悪くて、悪くないですよ。まあでも思想心情がね結構違う、まあそうですね、まあ、地方議員だとまたちょっと違いますけどね、まあ、国政で戦うわけではないので。そうですね、はい、分かりました。はい、どうもありがとうございます。それでは行ってみたいと思います。はい、幸せ度数年表です。はい、これを振り返ればですね、あの安井美沙子さんの反省がわかるということで行ってみたいと思います。1965年どちらでお生まれになったんですか？東京です。あ、東京生まれなんですか？はい、東京生まれ、東京育ち。え、どちらの？え、世田谷とかですね。港区です。かっこいいそうなんですか、はい、港区に住んでる人ってどんな人なんでしょうね。私大人になってから住んでるからまた別なんですけど、そう、子供の時から住んでるってどういう家庭状況なんですか？どうでしょう、普通のサラリーマン家庭です。理系とかなんですか？いえ、普通の。はい、はあ、そうですか、普通じゃないでしょうねきっとね。そして上智大学に入学すれば近いですからね、はい、で、1985年これは何かあったんですか？いや、比較的子どもの時は、まあ、何の問題もなくというか、まあ、本当に私は高度経済成長に乗って育ってるもんですから、もういつも明日は今日よりいいという確信の、ですよね。ここにいる皆さんも、あの小松災害、そうですよね、もうみんなそうですよ、ね、なんか安心して育ってたなって思うんですよね。で、まあ、大変、まあ、安定した家庭にも育ててもらったし、はい、昔は成績優秀だったんですね、まあ、いや今でもね、あの大学入るまでは、まあ、ほとんど何も問題なく行ったんですけど、大学に入ったらば、はい、つまんなかった。どうしてですか？一生懸命受験勉強して入ったんですけど、なんかつまんなかったですね。要はあんまり勉強するところでもないでしょう。なるほどね、まあ、その時代もそうでしたしね、勉強するっていうよりもなんかバブル真っ只中で、なんか女子大生ブームみたいな。そうですよね、だからなんとなく私としては停滞したかなっていう感じはありましたね、勉強してどうなるんだろうとか、まあ、目標がちょっと見失われた時期だったんですね。それからずっと女子校だったんですね、どちらの東洋英和、皆さんごきげんようの東洋英和ですよ。そうなので、まあ、女子校ではお山の大将だったんですよ、どっちかというと、まあ、自民党型女子ですね、それはね。そうなんですか、自民党の男子も大体そういうパターンが多いんですよ。女子、あ、男子で、男子、の女子版。ああそうかもしれない。なので、上智に入って、まあ、法学部だったので、はい、ほとんどが男子っていうところに急になったんですよ。あ、ちょっとどう立ち回っていいか分からなかったっていう感じですね。そう、なんとなく、あ、自分でこうその場を制することはなんとなくできない、コントロールできないっていうようなところも感じましたね。でも逆にね、まあ、女子が一人の方がこう興奮する、一人あの興奮するあの自分も頑張るみたいな人もいるんですけど ね、 、うん、ね、理系にポッと入ったりすると。そうです、ね、まあ、今なんかまさにそうなので慣れてますけども、はい、当時はちょっと戸惑ったんだと思います。あ、そうですか、すみません、もういろいろ来てるんですけども、離婚で全然下がっていない。離婚、離婚したんですか？あ、そうなんですね、本当だ。そうですか、すいません、東通さん、すいません、モニターが私になってるんですけど切り替わらないんですかね、これもこのままなのかしら。今日はぜひ安井先生を映していただければと思います。あ、映り変わりました、やっと変わりました。はい、そして留学はい、まあ、留学したり就職したり、まあ、そのあたりでこうちょっと上向きかなと、ワクワクしてする経験がいろいろありましたね。どちらに行かれたんですか？アメリカ、ニューヨークです。この時代のニューヨークはまだね、活気がありましたもんね。はい、そして就職はどちらに？就職は、留学から帰って一瞬勤めたところがあるんですね、しかしそこも今一つ私の理想に合わなかったので、はい、第二新卒という形でマッキンゼーに入りました。皆さん、マッキンゼーですよ、当時の マッキンゼーですよ、知らないでしょ。マッキントッシュじゃないよ、マッキンゼーですよ。
コンサル会社ですよね。そうです。どういうことしてたんですか。うん、まあ、当時まだバブルの終わりぐらいで、まあ、それコンサルに大枚をはたく企業が結構あったんですね。はあ、それはもう上場会社、日本問わず、海外問わず、日本海外問わず、はい、まあ、そうね、マーケティングとか、商品開発とか、営業戦略とか、まあ、外資が日本に入ってくる時のエントリー戦略とか、組織を変えるとか、さまざまな案件をやりました。それが、まあ、上智、まあ、とっても優秀な感じで卒業されて 1,2 年目でどこまでできるんですか。それともどこまで教えてくれるんですか。マッキンゼーで、まあ、研修はそれなりにありましたけれども、やっぱりあの OJT ですね。何 OJT？ オンダジョブトレーニング、もう仕事をしながら厳しく学んでいくという感じで、もう実践、うん、実践。そうですか。でも、まあ、もちろんその上にちゃんとあの、もうちょっと仕事のできる人がつくわけですから、当時、まあ、今だから言えると思うんですけども、どんな企業をまず見られたんですか。それは言えないんです。あ、言えないんです、はい、今も言えないんです。守秘義務があって、それケネディ大統領が殺されたっていうことを開示されても無理なんですかの時が経っても無理なぐらいに大事なんですか。そのクライアント自身が、公開している場合のみですね。マッキンゼーに助けてもらったと。それで言えるところもないんですか。ちょっと今は言えないですね。そうですか。でも、まあ、本当に大手の皆さんが知ってるところばっかりです。はあ、でもコンサル会社って、まあ、その頃からブワーってね、日本にもいろいろ外資の企業が入ってきましたけど、本当にコンサルをやると良くなるもんなんですか、やはり。まあ、そのコンサル会社にもよるし、その時のメンバーにもよるでしょうね。広告代理店だってそうですよね、どんな会社に頼んで。そうなんです。広告代理店次第ですからね。どんな人が担当するかにもよりますよね。そうですよね、本当そう思いますね。いや、でもあの頃のマッキンゼーでも今こうやってあの国会議員になられて、いっぱいリクルートとコンサルがいっぱいいますね、やはりね。こう いい意味で山っ気があるというか、皆さんそういう着眼点を持ってらっしゃるというか、そうですね、そういう方多いですよね。東京だとあの方がいましたよね。どなただったっけな、長嶋さんの相手の方、あ、小田原さん、はいはい、小田原さんもどっか、コンサルじゃなかったですかね。ね、主人かな。そうですか。はい、それでコンサルをやられて、マッキンゼーに、お勤めされて、お父様が急に亡くなるということですね。そうですね。そこは本当に大きかったですね、私の人生にとっては。おいくつで？父は54だったんですよ。もう、で、安井さんは27。はあ、うちも父が54で、私が23だったんで。本当に。そう、じゃあ同じような。やっぱ父をね、早く亡くすと、私みたいにこうやって結婚しないでなんか不思議に生きてるとか、そういう不思議な運命になっちゃうんですよね、やはりね。私結婚してたんですよね、もうね。結婚してたんですね。そういう方いいんですよ、もうちゃんとレールに乗るから。いや、でもね、本当に、あの父が亡くなってみて初めていかに守られていたかってことが分かりましたね。そうですか。そっから険しい人生が始まりました、私も。そういうもんなんですか。お父さんもじゃあサラリーマン中にお亡くなりになったということで、ね、それもあのサラリーマン、銀行員を20年以上やってて、もう間もなく上がりっていう時になって、彼は、あの国際公務員をやりたいという夢が捨てきれず、はい、あの国連のユニセフに志願をしてですね、行ったんですよ、ニューヨークに、はい、それですぐ病気になってもらえたってことです。もう脳出血で即死。でもお父さん良かったですね。こう良かったったら失礼ですけど、夢の一歩を踏み出せて、まあ入って3ヶ月でしたから、もう非常に無念だったと思います。でもちゃんと入られて、あの国連に入られて、お亡くなりになったという。そうなんですよ。すごい方ですね、それも運命ですね。そうですか、はい。そして結婚出産、もうあの、父が亡くなった時にお腹に子供がいまして、まあ、初孫もギリギリ見せられなかったんですね。そうですか、この辺はちょっと本当にしんどい。でも生まれ変わりということで、女の子ですか。男の子です。あ、じゃあ生まれ変わりですか、完璧に。今おいくつなんですか。今22歳です。あ、もうそんな大きいんですか、はい、マッキンゼーに就職してもいい年ですよね。いえ、もう今就職活動で非常に、今年は売り手市場のはずなのに苦労してますね。そうですか。民主党があるとか言われません。大丈夫ですか。大丈夫です。美佐子可愛いってきてますよ。まあ、いい人ですね。はい、そして転職。あ、転職ね、あの出産をして、当時はまだですね、あの女性に非常に厳しい環境だったんですね、もう、あのメッシュ暴行、クライアントファーストっていう、あの、もう
社税がありましたので。クライアントファーストっていいね。うちもそれ尺にします。民主党はチルドレンファーストなんですけどね。民主党はチルドレンファーストですけど。ああそうですね、なんで、まあ、政策的にね、まあ、そうだから産んで3週間ぐらいで保育園に入れましたけれども、ごめんなさい3ヶ月で、3ヶ月で入れましたけれども、まあ、仕事フルに始めて48時間子供に会えないとかザラだったんですね。でこれはいかんと、はい、何のために子供を産んだんだという気もあったので。やっぱ時代が違いますね。当時と今だと本当に変わりましたね。全然違います。それ民主党がちょっと民主党のおかげかもしれないですね。少しは、はい、まあ、プロフェッショナルファームなので仕方ないんですけどね、まあ、それでもう少し、ライフワークバランスが保てるような会社に移ろうと思って、当時はね、ライフワークっていう言葉もなかったです。バランスっていう言葉も主流ではなかったですか。きっとマッキンゼにはあったと思うんですけど。ないです。そうですか。はい。そしてまた出産。そうなんです。また出産して、なぜか離婚。ああ、これ初離婚ということですね。もう大変ですね。はい。そうですか。今は独身なんですか。はい、独身です。独身ですか。はい。じゃ前のご主人は同じマッキンゼの方だった。いや違います。違う、はい、何やってる方だったんですか。あんまり。そうですか。お互いの人生ね、はい、それぞれありますからね。はい。そしてどうしてこの初当選までに行くんですか。2009年10年ですね。はい。いろいろそのこう並々になってますけど、いろいろありまして、結局その子供2人いて、仕事をしていく。男の子2人なんですか。わあ大変そう。で仕事していくということで、はい、まあ現実的に考えて、私フリーランスになったんですよ。そのコンサルで、はい、で、まあ、民間企業と、うんうん、それから、まあ地方行政のコンサルをやったんですね。でその地方行政のそれで、大阪府にいらっしゃったということですね。で、まあ、たまたまいろんな県とかお手伝いしている中で、うんうん、大阪市、それから大阪府の、まあ、お手伝いをするような機会があって。それは橋本政権の時ですか。橋本府知事だった時です。はあ。市長はもっと前の時なんですけれども、はい、それで橋本さんに出会って、これはすごい人だと。そりゃそうでしょうね。結構橋本ファンなんで。でも仕事の仕方から、まあ、大きな大阪府っていうものを、まあ、リーダーシップを持ってこうぐいぐいこう変えていく、その姿に感動しまして、一緒に仕事をしていて、で、まあ、自分はいつも外側からこう提言をするコンサルなわけですけれども、結局実現するのは当人なんですね。クライアントさんがどうジャッジするかということですね。なので、そこでやっぱりリーダーシップとか権限がないとできないわけですよね。それで、まあ、橋本さんを見ていて、私もやっぱり政治の世界に入ろうかなと思ったし。じゃあ橋本さんにかなり影響されたんですね。まあ、一番のきっかけはそれですね。それで今民主党っていうのはまた不思議ですね。その時、まあ、維新の会はなかったんですけれども、ね、まあ、当時は民主党の政権交代があり、はい、まあ、自分のその、身近な人がどんどん政治の世界に入っていったんですね。例えばどなたですか。まあ、私の、幼稚園の下の子の幼稚園のママ友が、蓮舫さんと。あ、そうなんですか。まあ、島田千代子さんって人もいたんですけれども、それから蓮舫さんはやっぱ家族で喧嘩したりとか、ツイッターに上げてますよね。息子と喧嘩したとかね。大変そうですね。そうそう、すごいかっこいい息子さんですけど。かっこいいですか。あと、まあ、自分の中学高校の時の同級生とか、まあ、あと職場、当時、まあ、お手伝いしてた職場の人が 4,5 人入ったんですよ。すみません、どなたなんですかそれ。福島のぶゆき君とか、はい、まあ、玉木雄一郎さんとか。あ、玉木さんね。玉木さんも来てますね、第32回に。そうそう、だからすごくその政治の世界が身近になっちゃったんですよ。しかも皆さん知り合いだと。そうですね。そうそうそう、まあ、政権交代の時ですから、まあ、そうですね。一番勢いがあって、そうそうそう、人数的にも多かったということですよね。なので、まあ、私は政治の世界無縁だわと思ってたけれども、一気にこう身近になって。いや、でもでも、その行政に入った時点で、まあ、身近ですけどね。まあね、まあ、そう。でもすごく悪いイメージがあったんですよ。それこそ世襲のなんかこうお金がついて回るような、はい、しかも行政側から入ると、どこまでこの議員候補者は分かってるんだっていう、まず疑念がまず正直ってありますよね。まあ、当時外側からしか政治を見れなかったわけですから、まあ、そういう報道される部分ってすごく偏ってるのありますよね。そうするとなんか黒塗りの車でこうね、こうやってるイメージがあって、あんまりね、ちょっと自分には縁がないと思ってましたね。それでどうして公募ですか。公募です。民主党はやはり公募なんですね、みんなね。まあ、当時はとてもじゃないけど足りなかったでしょうね、候補者が。バブル状態ですよね。
そうですか、はい、で公募してもう順調に受かられて。そうですね、当時はだから2010年の参議院選挙の公募だったので、ええ、まあまあいい、なんていうかこう上り坂で民主党には応募者が非常に多かったんですよね。なんか2000人でしたね。それで受かったのは何人ですか。第一次、記憶が間違ってなければ、はい、一次審査で200人、はあ、二次で100人と聞いています。本当ですか。そしてバッジをつけて、はい、国会に行かれて、今何派とかグループとかでもあるんですか。長島グループです。長島グループ、はい、長島基礎グループ、はい、国軸の会と言います。え、何ですか、ね、国軸の会。国軸の会、うん、どういう字だろうね。国の軸。あ、国軸の会。ええ、あ、そうです、はい、私あの一番最初にこの番組始めたの14年前なんですけれども、あの政治評論家の有馬晴美さんという方と一緒に始めて、でまあ、一回終了して、またこの三輪チャンネル突撃永田町というのが始まった時に、うん、一番初めに出てくれたのが長島昭久さんで、うん、なぜかというと携帯にたまたまあの携帯電話が入ってたから、あの同級生たちとお友達だった。あ、そうですか。それからもう あんまり会ってないですね。お元気ですかね。元気です。今ワシントンに行ってます。あ、今ワシントン、ワシントン好きですよね。いつも行ってますよね。ワシントンあの一度ご一緒したんですけど、グループで。もう顔が広くて、あっちにいる時の方が生き生きしてわかりますよ。本当今が窮屈そうですよね、うん、大変な感じですよね、あとタルトコさんのグループも入って前にいましたけど、その生産会自体がね、まあ、ちょっと今タルトコさんはお元気ですよ。で、衆議院のままですか。いえ、あの今はお休み中です。本当ですか。ですのでボスがちょっとお休み中なもんですから、まあ、そのグループはそういうグループの長が休むっていうことが民主党にはあるんですよね。ありますね。恐ろしい世界ですね、はい、まあでも特殊ですよ大阪は今。あ、そうですか。民主党にとっては一番厳しいですよね。それは維新の会がすごいと思います、で自民党も強いと。そうです、ね、まあ、維新の顔をした自民党がいるとからです ね、だってね、この間の大阪の何でしたっけ、都構想もね、そうそうそう、やっぱり強かったですもんね。民主党も非常にもう一番沈んでるかもしれないですね。大阪では存在感がなかなか発揮できない厳しさにあるんじゃないですかね。あ、なるほどね。そういう地方の状況ありますね、はい、それでは一旦締めたいと思います。幸せ度数年表でした。はい、最近の政治トピックスです。これは何か政策的なことをお話しいただくんですが、なんと安井さんは政策コンサルトン、コンサルタントという肩書きも持ってらっしゃるんですか。まあ、そういう時期もありましたね。そうですか、はい、それは政策を、行政に提言するということなんです。そうです。皆さんすごいじゃないですか。いやいや、そんな役人を、恥ずかしいです逆に。いやいや、役人を洗脳するんですよね。いやいやどうやってやるんですか。要は、やっぱりその霞が関自体が、シンクタンクなわけですよね、はい、ですから、そうですね、与党、それからあの政府というのは、まあ、そこが、まあ、そのものなわけですから、そんな外からあの一コンサルが言うようなもの、あるいは一シンクタンクが提言するようなものをきちんと受け止めるような仕組みはできてません。ですから長いですもんね、シンクタンクとしたら一番長い株式会社じゃないけど、株式会社の財団ですね、財団ですもんね、東京財団ね、はあ、うん、だけれども、まあ、一番、まあ、機能はしてるとは思いますけれども、やっぱりこう提言をいろいろもう本当にあの有識者とともに作ってね、はい、提言を出すんだけれども、それが受けてもらえない、宙に向かって出してるようなもどかしさがあったんですよね、うん、あ、だからまあこの世界入ったっていうのもありますよね。いくらこんなにいい案だと思って提言しても、 それがまあ何も引っかからないという。で実際私のこう机の上にもそういう提言っていっぱい来るんですよ、どちらから来る、いろんなところから、今、ね、今ですね、うん、だけど、はい、読めないもんね。だって一日に秘書様今日いらっしゃるけど、こんな来るんでしょ。だから、もうよっぽどなんか目に留まらなければ見ないですから、そういうもんだったんだなって思いますよね。そうですね、ご縁がなかったとしか言いようがないですよね。はあ、それで、あ、政策コンサルタント、政策コンサルタント何でしたっけ、やられてるということですよね昔ね、そう。で、あ、それで、まあ、議員になったということですね。そうです。自分の提言もなかなか実現しないというもどかしさから議員になってみようという思ったのもあったということ、そうですね。どんな具体的にはあの得意分野だったんですか、その政策コンサルタントの時期から。その時はね、私は一番力を入れてたのは食なんですよ、食べる、中学校給食とかそういうことも含めて、まあ、それもそうだし、あの食料安全保障とか、食の安心安全とか、まあ、それから何でしょうね、
日本 の, その和食の伝統を守っていくとか、はい、結構食に関してだったら何でもやるっていうような感じでしたね。まあ、今でこそね和食は何とかって認定されてますけど、そう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 、当時は多分そういう意識ってなかったですもんね。そうですね、まあ、そういうあの活動してる方たちと一緒に動いたりして、まあ、食っていうとね川上から川下まで非常にあるわけですよ、はい、川上っていうのはまあ農業、はい、水産業等ですけど、それからその口に入るまでのここを全部一括してみる人がいないんですよ。民主党は昔食料庁を作るべきだって言ってましたけれども、農林水産省とか、まあ、農水省とかその経産省とか流通は経産省とかこう分かれちゃうわけですね。で衛生は厚労省とか、だからねこうやっぱり日本の食っていうの責任の取材がなくなってしまうということですか。だからここら辺にすごい問題意識を持ってましたね。あ、そういうことを行政に対して提言してたということ、でなかなか決まらず、それだったら、まあ、なかなか難しいね。自分がもうや、あの決められる立場に行ってみたいということで公募されたということだったんですね。はい、そしてあの、まあ、政策的には非常にあの、まあ、通と言ったら軽いかもしれませんが、まあ、深いあの意識をお持ちなんですけれども、なんか政策的なものをお話しいただきます。今私が一番気になっているのは軽減税率です。軽減税率、民主党はどんなスタンスなんですか。民主党はもうあの政権の時から一貫して反対しております。どうしてですか。軽減税率っていうのは、今でいうと、2017年の4月に消費税が 10% になるときに、恐ろしいですね、食品等の、まあ、生活必需品については 8% に据え置こうと、まあ、具体的な例でいうとこういうことですね。あ、据え置くんですね、うん、ですから、まあ、いろんなやり方はあるんだけど、現在はそういう案で今検討がされてます。あ、じゃ あのパンとか、バナナを買っても、8% のままにしたいというのが民主党案という、それがあの公明党さんです。あ、公明党案、ね、そうです。ごめんなさい、民主党は反対してます。じゃあ 10%、でね、それ大変じゃないですか、あの一見その、まあ、8% ならありがたいわと、で家計にも優しい、お財布にも優しいから、なんてありがたい政策なんでしょうってこともあるんですが、まあ面倒くさいって事業者の負担がすごく大きいというのももちろんあるんですが、一番の問題は税収が減るということです。予定していた税収が減る、軽減税率をすることによってですか。だから何のために消費税を上げるんだったかということを思い出せば、社会保障を充実させるためでしょ。社会保障を充実させることで、あのちなみにこれ低所得者対策なんですよ、軽減税率って、はい、低所得者が消費税の負担を、なんとかこう緩和してあげようという意味でやろうとしているわけなんですけども、そのために 8% に据え置くことで税収が減ってしまう、そうすると社会保障を充実できない、特にその私たちがやろうと思っていた子ども子育て支援、年間7000億円を初めてつけようとしてたわけだけれども、それもこれできなくなります。こういうので結局は低所得者の方々が一番打撃を受けるんじゃないですか。でそれから問題はいろいろあるんですけれども、何に 8% を適用するかって線引きがすごく難しい。そうですね、それは言われてますね、だから米だけにすると今度パスタの業界とかパンの業界、うちもお願いします、うちもお願いします、業界団体の争いですよね。そうで、これがまた政治献金とか、いろんな問題発展する可能性があります。でも民主党も結構 10% のままって、その発言結構勇気がいる発言ですね。それはもちろんそうです。結構大変じゃないですか、有権者の方、もう今街頭演説でも散々言ってますけど、みんなへーって顔で聞いてますよね。いや、へーっていうぐらいだったらいいけど、ね、美佐子さんみたいな綺麗な方はね、なんか心配ですよね、いろんな方に。それからその高所得者にも恩恵が及んじゃうんですよ。おかしいと思いませんか。恩恵が及ぶんですか。要は低所得者対策なのに、誰が買っても 8% になるわけでしょ、フォアグラを買っても松茸を買っても、松坂牛買っても 8% になるとおかしいじゃないですか。そういうのは低所得者の方は買わないでしょ。そうですね。で一番額的に恩恵を被るのは高所得者ですよ。おかしいよこれは。低所得者もフォアグラ食べるべきですよね。だから本当に低所得者だけに恩恵の及ぶような仕組みを設計すべき。割安か割高でいくしかないですよ、これからは。きちんとそういう仕組みを設計すべき。そう、でそれ民主党はあるんです。今難しいので、あるんですか。あの時間がかかるので説明しませんけど、給付付き税額控除っていうの、給付付き税額控除っていうんです、ね、うん、これはあの楽しみですね、それはどういうのか、まあね、マイナンバーがこれは機能するようになって心配がなくなってから導入するのがいいと思います。あ、そうなんですか。それまでは簡素な給付措置と今やっている、まあ、還付する、ね、方法、これをしばらくはやってやり過ごすのがいいと思います。あ、そうです。いやでも今の発言はね、結構ね、もう絶対 今 8% に上がっても、ね、商売いろいろ疲弊している方が多いのに、 10% になって、しかも、ね、軽減税率もないなんて言ったら、もう皆さん大変なことになりますね。まあね、
経済界とか、全然これ軽減税率はいいと思ってませんからね。それにこれもし軽減税率導入して、年間1兆3000億円とか税収減るって言われてるんですけど、そうなんですか。もしお酒以外の食品に全部適用したらね、全部って言ったら線引きの苦労がないからいいんだけれども、1兆3000億円減ってしまったら、結局は消費税本体の税率を上げることになりますよ。 12% とか 13% とか 15% とか欧米並みに上げる日は近いですよ。そんなことしたらそもそもあれですもんね、消費税上げようって言ったのは民主党ですからね。そうですね、三党合意でやりました。三党合意だったんですよね、民主党政権の時に。それに安倍さんが乗っかったというか、まあそうですね、いいのか悪いのかよくわからないんですけども、うちの政権が倒れて、消費税で倒れて、政権交代です。菅さんの発言の時も自民党と上げ幅は一緒だって言った時も安井さんいらっしゃったんですね。その時に選挙だったんです。選挙の真っ最中に菅発言がありまして、何だったんでしょうね。大敗したんですよ私たち。そうですか。この間その話をですね、篠原さんかな、篠原さんね、聞く予定だったんですけど、私の時間がなくて聞けなかったんです。未だに聞きたいと思ってるんですけど、あの時ね、もうね、朝、候補者として早朝に起きてニュースを見た時に、もう顔がもうやってきたことが全部これで飛んだなと、そうなって、でそっからもう空気がガラッと変わりまして、変わりましたか。道を歩いてる方とかも、演説してる時に、お前民主党の旗を掲げて戦って恥ずかしくないのかって言われたり、そういうこと言われるんですか。椿をかけられましたよ、だから握手をしようとしてもバシッと払われましたよ。辛い選挙でした。全部菅さんに文句言ってください、ね、私しか関係ありません。でも本当にそういう民意っていうのはもう敏感ですね、本当に。ですからおっしゃる通り、もう駅にいると分かりますね。今の発言は、あるいは考え方は非常に受け入れられないかもしれませんね、これからが大変ですね。でも子供たちにツケを残さないようにというのが私の信条なの で、目先のことに惑わされてはいけないと思います。でもやはりね、本当に財務省案というのはやはり正しいと思うんですよね。もうずっと明治から続いているシンクタンクが言ってることですから間違いないと思うんですね、その税金のこと、税収のことも。ですがやはり今若い人たち、私たちより下の人たちの働こうという気持ちがもう全然ないじゃないですか、まずそこをボトムアップしていかなくてはいけない、それも一緒にね、と思うんですよね。やはりもう、あるものだけで賄ってじゃどうしようもないなっていうのもありませんか。口で言うのはこうやって簡単ですけどね、働き方もすごく変わってきてるので、一概に大企業に例えば勤めてね、なるべく安定して収入をっていうことも私は子どもたちにも言ってないし、言ってないんですか。大企業神話もね崩れてきてますからね、今ね、いろんな仕事の仕方があると思いますから、それはいいんだけど、通税関って痛いに税って書く通税関っていうのがあるんですよ。で日本はそれが通税関、高い、つまり税金を納めてもそれがきちっと適切に使われているかどうかっていう政府に対する信頼がないから税金を払いたくないっていうのがあって、それがねちゃんと信頼をしていただければだいぶ違うと思う。いろんなオリンピックのね、新国立競技場の問題とか、無駄遣いとかね、年金機構の問題とか出てくると、税金なんて払ってやるもんかと思いますよね。思っちゃいますよね。だからそこら辺もやっぱりきちっとしていかなきゃいけないですね。結構課題が多いですね。です、早く政権に戻りたいです。戻りたいですか。どうですか、野党暮らしは。途中まではね良かったんですけどね、バッチつけるときはね、もはや存在感を表すのは大変ですよね。そうですね。あとちょっともう一個お聞きしたいんですけど、待機児童問題というのはなかなか解消されないじゃないですか。あれは難しいもんなんですかね。難しいでしょうね。何が難しいんですかね。やっぱりその施設という意味では、偏在するんですよ、待機児童問題。都会に集中してて田舎にはないわけですよね。場所によってということですね。だし子供は今すごく待機児童多いけど、このあとやたら施設作っちゃったら今度減っていくわけでしょ、子供は。だからそんなことはできないじゃないですか。で今なぜその施設を作るのが間に合わないかっていうと、公共工事を乱発してるからですよ。アベノミクス第二の矢で。公共工事乱発してるんですか。第二の矢。そうなんですか。で財政出動して、公共工事乱発したから資材が高騰し、人件費が高騰し、工事が全部遅れてるんですよ。だからうちの地元でも人手が足りないということですか。人手も足りないし、日本列島潤ってるんですかね。その話だけ聞くと、そこの部分はね、だから一部は潤ってるんですね、だから間に合わないんですよ。その施設の問題もあります。それから保育士の不足もあります。
その2点がなかなか。そうですね。いやもう私も20年ぐらい前から西会議員をやった時からその話なんですよね。なんでもう、まあ、その時はねもう一行政例えば八王子だったら八王子の話だと思ったんだけどそうじゃなかったっていうのがね、まあ、何年か先に分かって、なぜ国レベルで総理大臣が出ても解決できないことってあるのかなって、ね、逆に言うとそのさっきも言ったように問題が偏っているので、はい、国で一律の施策を打ってもダメでしょうね。だから横浜なんか一時的に解消しましたけれど、ね、はい、あれはコンシェルジュというのを設けて、きちんとその待機児童の問題がある人のを受けてその人に根節丁寧に一つ一つこうあてがっていったっていうのがありますから、そういう地域地域のきめ細かい施策の方が効くと思いますよ。そうですか、うん、じゃあ菅さんが出て言うようなことじゃなかったんですね。当時言ってましたもんね。菅さんもね、張り切ってね、ごめんなさい。はい、最近の政治トピックスです。でした。はい、最後のコーナーです。今だから言えるあの日のあの出来事です。ちょっと裏話的なことをお話しいただければという。ねえ、まあこれは非常にあの言うかどうか迷いましたけど、お願いします。この前のあの安保の時に私あのちょっとあの暴力振るわれてね、あの大沼瑞穂さんのようにあの映像が残ってないもんだから、まあ、その発言をしたらあの捏造だとか、ね、女を盾にしてセクハラをなんか言ってるとか散々言われたんですよ。でそのことはもうちょっと解決してるんで今日お話ししないんですけど、はいはい、またこれを言ったらセクハラをなんか言ってる、これも映像がありませんので言われるかもしれないんだけど、やっぱり何言ったんですか。あのね、2012年の解散総選挙がありました。はい、ありましたね。2回前ですね。1回、はい、2回前、ね、あの時の、はい、実は解散っていう時、はい、11月、2012年の11月、はい、覚えてます。まあ、私たちにとっては政権再交代で悲しい、ね、はい、あのまあ、それが分かってたので非常に悲しい万歳でしたけれども、私とっても野じ馬なもんですから参議院傍聴に行ったんですよ。衆議院を、ね、はい、で傍聴席がありまして、山田さんの最後の演説を聞いたという。それでまあその傍聴席で参議院議員がぎっしりいたんですよ。でそこでもう乗り出して聞いてたんですね。ああ、それで解散しますって言ってバンザーイってやってるじゃないですか。その瞬間私は歴史的瞬間を見に行ってたのに痴漢にあったんですよ。ひどい。こんな感じですか。もうだけど言えないじゃないですか、みんながさ解散って言ってるのに痴漢だなんて言える状況じゃないですよね。だからしょうがなくてどうしようもなかったと。そんなことがあったんですか。それ自民党の方なんですよね。いや、ね、参議院議員であることは間違いないですね。ですよね。参議院議員の席なんで。そうですよね。ちょっとこのゲスト履歴にいるかしら。そうですか。そうなんですよ。誰も分かってる。もちろん分かってます。でも今も現職でいらっしゃるんですか。はい、現職です。で顔合わせたりするんですか。合わせてますね。その方が通り過ぎるたびに痴漢って言うんですけど私。いや、本人の前で言うんですか。言いますよ。それ笑ってるんですか。いや、聞いてないふりですね。なんとコメントしていいかちょっとわからないですね。でもこういうことをね言うと捏造とかね、証拠がないとかいろいろ言われますからね、あの非常に嫌なんですけど、やっぱりね、あのあるんですよこういうことは。本当ですか。いや、この番組あの長谷博さんの次にあの高木剛さんもね、あの出演してますからね。何とは言いませんけれども。そうですか。そうなんですよ。まあ、あの旅行にいた同僚の女性も見てましたので。旅行にいた女性の同僚は何やってるのとか言わないんですか。助けてって横に言ったんだけど彼女も困って、まあぎっしりだったしね。それどういうことなんですかね。解散でこうマックスこうテンションが上がっちゃったんですかね。こういやムラムラってきたんでしょうか。私は常習犯だと思って。だからそんな時に自然にそういうことができるのは誰とは言わないけど、やはり下着泥棒一回したら三つ子の魂で、まあ、将来するみたいな、ね、例えばですけど、そういうね、そういうのってもうどうしようもないんですよね。理性がねさ、もう効かないんですよね。もうムラムラっとくるから、うん、ね、きっと私分かんない、私やったことない、多分そう思いますよ。本当に。あ、そうなんです。それどういう雰囲気なんですか。もう冗談のノリなんですか。それとも真剣。いやいやいや、それはだからやはり解散でマックスもうエクスタシーなんですよきっと。そうなんですかね、うん、間違いないです。恐ろしい。そうなんです。ちょっと次の解散気をつけてください、ね、そうですよね。今だからじゃあまだあったんですね、この間の安保法制のことだけではなく。ありますね。あ、そうですか、
上西さんだったら喜んでくれるかもしれないですけどね、まあ、それもあれですけどそうですか、ごめんなさい、嘘です。そうですか、あ、そういうこともあるんですね、まさかって感じですけどね。タイミングがねちょっと悪すぎるでしょ。いやでもそういうと言っちゃってるからしょうがないんです。そこじゃないと興奮しないんです。そういうもんか、多分初めて分かりました、うん、そう思いますよ。美和さんに話してよかった。大体あの秘書さんも地方議員の方だから分かると思うんです、うん、選挙の時ってやっぱ興奮するみたいですよ。こう変な話ですけどこうエッチしたりとか激しいらしいですよ候補者ね。ウグイス嬢の方と結婚する方とかもいるしね。そうそう、だからもう選挙の時でブワーってこうなるんですよ。だからその時に今いい人の出会いもあるし、やっぱこうなんか、ね、逆にほら私なんかって多分女性は男になっちゃうんですよね。あ、そう、男は違うんですよね。戦うモードになっちゃうから。だからで例えば女は普段は例えば好きな人からの電話待ってたりとかそういうめめしい部分ってあるじゃないですか、うん、そういうのパーンって消えるんですよ ね。それでもうガーンと男になる。そう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 、男はエッチになるらしいです一部の話ですけど、ね、私はあの親しい国会議員からリサーチしたところによるとそういう感じらしいです。じゃあそういうことだったんですね。そういうことで間違いないですよ。あ、まあ、ここで言ったからってどうなるとも思ってないし、名前もまあ一応言わないですけれどもね。恐ろしくて聞けないですね、うん、生々しすぎて、うん、だからまあ周りの人たちには言ってますけど、はい、初めてこういう場で言ったので、まあ、それで私は満足することにいたしますか。そういうこともあったという事実ですよね。そうですね、はあ、分かるなはい、質問変わりましたね。はい、音声も良くなりました。質問お願いいたします、スタジオから。あ、榎本です。どうも今日はありがとうございます。先ほどの来年 の参議院選挙を出馬せず衆議院にということなんですけども、まあ、今回安保法制もそうなんですが、参議院の意義というかですね、まあ、以前は良識の府と言われた参議院議員の、まあ、結局結構まあ旗から見るといろいろと揉めて最後にはああいう形になってしまったんです、もっと内容のですね濃い議論、まあ、安保法制含め日本の安全保障とかですね、そういうところがあまり聞こえてこないで、なんか意見だどうのこうのというところが、まあ、クローズアップされたところが多いと思うんですね、うんうん、でその参議院の意義とですね、で今回衆議院に今度くら替えされるということで、そのご自身の決意というか同意してその参議院から衆議院にこの出ることに決断されたかってもうちょっと聞きたいなと思います、はい。ですね、安保に関しては、はい、やはりその衆議院のサイドでどんな議論が行われたかという、議事録はまあ全て精査した上で参議院のメンバーというのは戦ってました。ですから、まあ、衆議院の方で違憲という話がすごくクローズアップされたので、それは引き続きありましたけれども、でそれもとても大事なことですね。実はでプラス法律の立て付け上の問題についてうち専門家がいますので、かなり、いい議論を実はしてました。それが報道されたかどうか、特にテレビで報道されたかどうかは疑問ですけれども、実はもし議事録を見ていただければとてもいい議論はされてます。でもしあの時に衆議院だけで、安保が終わっていたらとても恐ろしいことだと思います。安保に限らず韓国なんかは一員制ですけれども、物事が早く決まるのはいいけれども、やっぱりそのもうちょっとそのなんていうんですかね、きちっと議論ができるという意味では私は参議院の意義は感じています。ただ今コピーと言われてますけどね、衆議院のもう少し機能の分担というものはするべきだと思っています。で私自身は、衆議院でも参議院でも仕事をさせていただければというところありますけれども、まあ、衆議院の方がもしかしたら自分に向いてるかもしれないなっていうのは本音ではあります。でそれさっき言ったそのちょっと、まあ、私は闘争タイプなのでっていうところもありますし、まあそうですね、あとは選挙区事情もあります。今これから戦う愛知10区というところは民主党が2回も続けて負けていまして、絶対本当は、ね、取るべきところなんですよ。で今回の安保の議論でも何でも言論で戦っても体を張って戦ってもダメじゃないですか。やっぱり数は力ですよね。で一つでも空白を埋めたいっていう、その自分が、まあ、先頭に立ってやりたいという気持ちは大きいです。はい、じゃあ大学さん、ありがとうございました。ありがとうございます。
ちょっと答えにくい質問なのかもしれないんですけど、あの民主党で今回安保法案の時もその対案派と廃案派に分かれたということで、で、まあ、今維新の党もちょっとごちゃごちゃ混乱してますけど、あの来年 の, その参院選に向けてその野党がそのどうまとまっていくのか、まあ、新党を模索してるっていう動きも長嶋先生とかはじめとしてあると思うんですけど、来年に向けてそのどうなっていくのかなっていうのが少し気になって、ちょっともし何か言えることがございましたら。ささやかれてますよね。そうですね、今維新さんの動向を見守っているというところは正直あります。と同時に、政策の面とそれから選挙協力の面は実務者同士できちっと話をしています。この2つが、まあ、どういうふうになっていくのかということが、まあ、一つあのこれからの年内の動きを決めるポイントになってきます。民主党が、まあ、例えばその対案を、私なんかもそうですけども、安保の対案は出したかったし用意もできてたので、出したかったけれども出せなかったとか、まあ、そういった不満を持っている人たちが新党を作るとか離党するとか噂もありますけれども、言えるのはあの今第3局の結局役目って終わったところがありますよ ね。 そうですね、結局チリチリバラバラ瓦解したでしょ。そうです、ね、だからあのような形の3局を作ってもしょうがないと思ってます。だから民主党出るとか新しく何か形を作るときは、そうでない、もっと力になるものでなければ意味がないというのは共通理解だと思います。大丈夫ですか？まあ、第三局が、ね、意味がなくなったというか、もう二強になってないですもんね。うん、まあ、使命が終わったんですかね。一強多弱になっちゃってますからね、今ね。それが本当残念ですよね。せっかく小選挙区になったわけですからね、昔は第三極っていうのは、ええ、あの物事をはっきり言って歯切れが良くて、あの人々にとってこう、ねええまあ、水障りが良かった、ね、代弁者的なことだったんですね。そうそうそう、だけど結局 それが実現できないじゃないですか。第三極ではそれが分かってしまう。だから与党にすり寄ったりなんかするわけでしょ。重みがありますね。本気に怒ってますよ。ですよね。まあ、毎日そういう局面にいらっしゃるわけですからね。はい、それでは次の先生ご紹介していただけますか。はい、岩手の衆議院議員の品武さん、はい、ご紹介させていただきます。ぜひ電話をしていただきます。はい、あの難しい字というか不思議な字を書く方ですね。そうです。2文字の方です。そうです。2文字の方、出るといいんだけれど、どういうご関係なんですか？彼はあの細野グループ自政会なんですね。自政会に、はい、で自政会と長島グループ、それと馬淵グループ三派連合というのをやってまして、まあ、非常にいつも政策政局さまざま話を一緒にしています。とても尊敬する先輩です。いや、民主党にもねそういう方がいたんだなって今思いました。最近ねメディアとかに取り上げないじゃないですか、マスコミもわざと。残念ですよね。そういう東大野球部で活躍してた人です。へえ、そうなんですか。文武両道というか弱かったのにね、東大野球部。この間からなんかすごい。あ、もしもし、品さん。品さん、安井です。こんばんは。今出演中です。すいません、大丈夫です。来週なかなかあの喋りがいのある番組ですので、ぜひここに出てあのぶちまけてください。今の状況をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。今ご本人ですか？はい、あ、そうですか。大丈夫ですか？いっぱい来てますね、あのコメントもね。はい、ちょっと悪いコメントもあってごめんなさいね。もう慣れてますよね、こういうのも。いや、大丈夫ですよ。私なんか死ねとかいっぱいあるんですか？私もかなりありましたよ。ブスババアとかね、いっぱいありますから私は。どうしてね、日本人はいつからこういうことを平気で言えるようになったんでしょうかね。例えば何ですか？礼節。礼節。ね、名前がないから何でも言うというのはやめようよ、本当に。ね、名前や顔が出ても言えることを言いましょうよ、皆さん。いや、でもいいものも出てますよ、いっぱい。あの、みさこファンも多いですよ。
すいませんね、さっきの話、元気な美和さん。そういう時だけ元気。美佐子はセクシー。珍しいな、私男だって言われてるんですけど、当 でまた、ね、女の着ぐるみを着た男だっていう、うん、それがまたねすごいセクシーなんですよ ね、あのセクシーって失礼かもしれないけど、男気があってすごい素敵ですよ。ありがとうございます、はい、本当にそう思います。ぜひまた飲みながら。そうですね。何系が好きなんですか。何でもいきます。あ、そうですか、はい、ね、強そうですね。蓮舫さんともそういう感じで飲むんですか。そうですね、ママ友だっていうのはちょっと下せないですね。ママ友って結構あのほんわかして、まあ、きついところもありますけども、一応上辺のことを話すじゃないですか。そういうんじゃなくて、もっと機密費のこととか話したわけですよね。いやいや、当時は話してないです。そうですか。ママ友時代はそういう話は仮面で隠して、そして今バッジをつけた者の同士、参議院同士としていろいろお話しされている。もう今代表代行ですから、偉いんです。はい、母って感じで。あ、それはそうですよね。なんか2丁目でもすごいモテるみたいですね。あ、そうですか。お母さんとか行ったんですよ、この間だいぶ前に。お母さんもすごい人ですよね、蓮舫さんのね。あ、はい、どうですか、秘書さん、大丈夫ですか。なんか問題ないです。心配なってこと、はい、ね、また明日電話いっぱいになるかな。彼が大変なんですよ、いつも。え、電話対応がいろいろ、民主党がなんかやると、あ、大変ですよそれね。あ、そのこの間の安保法制の採決の時のことも、あのわざとやってんだろうとか、本当かとか、そういうあの頑張れとか、いろいろあるんですね。国会の事務所と地元の事務所はじゃんじゃん来ますから。もう秘書さん対応大変です。無限に切れないじゃないですか。それはそうですよね。一応聞いてるふりはしてある。あ、それも爆弾発言。大丈夫です。入ってないですか。大丈夫です。入ってない、ちょっと入ったかな。いやでもね、あの本当大変だと思いますよ、電話を取る方は。だって通常の業務をしなくちゃいけない、かつ電話をしなくちゃいけないね。それがまたもうあれでしょ、1時間半ぐらい行く人いるよね。で切れないんですよね。本当にお時間あるんだなと思っちゃう。だその対応もね、本当に、まあ、有権者の声って言ったら声ですけど、国民の声って言ったら声ですけど、やはり限度がありますからね、それはね。ビシッと言っていいとかいいと思いますけどね、私はね。ね、そうじゃないとだって全部許すことになっちゃう。まあそうね。だってね、国会議員だって人間であり、サラリーをもらってる人でありね、生きてるわけですから、家族もいて。通知でかけていらっしゃって、名乗らずに、そういう方が多いんですよね。特に民主党多そうですよね、申し訳ないけどね。自民党はね、森さんの事務所かけないですから、みんな。かけないと思いますよ。何言われるか分かんないし、倍言われちゃうから。民主党は聞いて、へーへーしてくれそうだなっていう、まず思わせてしまうっていうのはね、いいんだか悪いんだかですよね。まあ、それは敷居が低いというのは、いいことでもあると思いますよ。そうですね。じゃあそういうことで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あの頑張ってくださいね。どうも。衆議院では、はい、第169回目のゲストは民主党安井美沙子参議院議員でした。どうもありがとうございました。